大谷翔平はエンゼルスからリリースするべきだ。これは元ロサンゼルスエンゼルス監督だったマドン監督がとあるインタビューで話したことです。そしてメジャーリーグの多くのファンはエンゼルスが大谷選手をトレードするべきだという意見を持っています。自由にのびのびと自分のやりたいことができる環境を手に入れるためにエンゼルスを選んだ大谷選手、その選択は間違いだったのでしょうか。今回はなぜエンゼルスは大谷をトレードするべきなのか、その理由についてまとめていきます。一両者にとって最良の選択。大谷選手は今やエンゼルスのみならず野球界全体の宝です。打っても投げても超一流の結果を残す選手は大谷選手以外いないからです。2024年の大谷選手の契約は間違いなく今までのメジャーリーグの歴史の中で最高峰の契約になることは間違いないと、どの選手や代理人フロント関係者は確信しているほど大谷選手はアンタッチャブルな存在だからです。そんな中、2023年4月に元ロサンゼルスエンゼルス監督のジョー・マドンさんはアメリカのスポーツメディア MLB ネットワークにてこのように回答しました。元踊り師エンゼルスの監督をしていたからロサンゼルスのファンたちには申し訳ないけれど、監督や GM としての立場で話すならばエンゼルスは一刻も早く大谷翔平をトレードするべきだと思う。特にチームは再建すべき状況で、仮に来年以降も大谷選手がいたとしてもチームとして勝利してポストシーズンに出場できるような状態になるとは思えない。だったら大谷選手とトレードする対価として他のチームから未来のスーパースターを数人獲得した方がチームのためになるだろうねと、まさかの発言をされたのです。大谷選手は一人でチームを勝たせることができる数少ない選手の一人です。なのにもかかわらず、なぜそのような敗退行為のような選択が最善の策と言えるのでしょうか。ジョー・マドンさんは続けて、私が監督をしていた時は大谷をリリースすべきという考え方はなかったんだ。でも状況はあの時とは変わった。私がエンゼルスの監督を辞めて約1年経った今、全てのチームが大谷の獲得を検討している。大谷がメジャーに来た時は西海岸で自由にプレーすることを望んでいたが、今はアメリカの環境にも慣れたはずだ。大谷はより条件がよく自分の願いを叶えられる球団へ移籍することを検討するだろうねと答えられています。メジャーへ来た時、大谷選手は期待のプロスペクトではありましたが、決してすぐ活躍できるようなスーパースターという扱いではありませんでした。高年俸と自身の調整のための条件、どちらも球団へ求めることは難しかったでしょう。例えば現在横浜 DeNA ベイスターズへ来日しているトレバー・バウアーは大学卒業後にドラフト1位指名を受け、ダイヤモンドバックスと交渉をする際に自身の調整に対する条件を求めてしまったため、多くの球団によく思われなかった経緯があります。大谷選手も日本での実績があったので調整に対しては受け入れる球団がいくつかあったものの、もしも最初からヤンキースなどの風当たりの強い球団に入団していた場合はバッシングを免れなかったでしょう。しかし現在は誰もが知るような輝かしい実績を残されています。日本でもメジャーでも実績のある中堅ベテラン選手は調整に関して球団が干渉することはありません。なのでより良い環境を整えな、おかつ高年俸を提示する球団へシーズン中に移籍することは十分に考えられます。また大谷選手は確かに一人でチームを勝たせられる力を持つような選手です。日本ハムファイターズ時代は大谷選手が大車輪の活躍をしたことによって CS 出場や日本一を達成できました。しかし大谷選手が退団した2018年以降は球団自体伸び悩んでいるのが現状です。エンゼルスも2023年シーズン7月27日現在ワイルドカード出場枠を争っています。マイク・トラウト選手が離脱気味の現在でもそういった争いを繰り広げられるのは大谷選手の存在が大きいのです。しかしいくら大谷選手がいようとも、エンゼルスがチームとして崩壊している現状をカバーしきれているわけではありません。守備指標 UZR はマイナス 4.3 の全体16位、チーム得点数や打率などは比較的どの成績もメジャー上位に立てているものの、チーム防御率は 4.44 の全体20位、守備と投手陣の成績が崩壊しているのです。いくら大谷選手が優秀でも全ての打球を取って全試合の全イニングを投げ切ることはできません。エンゼルスが今後優勝争いに加わるためには投手陣の拡充と守備力の強化が必要不可欠なのです。そして特にチームの勝利貢献度を示すウォーがひどく、大谷選手とマイク・トラウト選手、ミッキー・モニアック選手以外の選手のウォーは0前後を行ったり来たりする選手ばかり。今後マイク・トラウト選手は年齢の関係で
間違いなく成績が落ちてきるでしょう。そうなるとエンゼルスはまともに戦える選手がいなくなってしまうのです。そうなる前に大谷選手をリリースし、若手有望株の選手を獲得した方が賢明だという判断になるのです。最後にジョー・マドンさんは、フロントのやる気次第でしょう。本当に優勝したいのか、それともファンをそこそこに楽しませつつスーパースターを育てて市場で販売する業者になるのか、どちらを優先して選択するかにかかっています、と答えました。本当に優勝したいのであれば、今年は絶対補強すべき年です。7月26日にエンゼルスはトレードデッドライン前に緊急トレードを行いました。若手のプロスペクト、エドガー・クエロとカイ・ブッシュをリリースし、ホワイトソックスからローテ投手であるルーカス・ジオリト投手、そして中継ぎ投手のレーナルド・ロペス投手を獲得したのです。ローテーションを守ってきた投手と7年間メジャーで活躍してきた中継ぎを獲得したエンゼルス、特にルーカス・ジオリト選手に関してはメジャー全体平均防御率 4.31 の中で防御率 3.79、 ホイップ 1.22、 6勝6敗の好投を続けてきた投手です。今までフロントのやる気がないと言われてきたエンゼルスでしたが、今年はかなり本気の補強をしてきました。特に課題となっていた投手陣の補強をしたことで、その本気度がうかがえますね。プレーオフ争いのための行動をしている以上、エンゼルスが大谷選手をリリースすることは考えづらいでしょう。 SNS 上では、大谷は早くヤンキースへ来るべきだ、マリナーズへ来て、全ての貯金は大谷を獲得するためにある、とどのチームのファンも大谷選手の獲得を熱望しています。大谷の今シーズンのトレード話はなくなった。長らく大谷選手の去就やトレードすべきだという声が続いていたメジャーリーグ界隈でしたが、アメリカのスポーツメディアスポーツイラストレーテッドは、大谷翔平が今シーズントレード市場に現れることはなくなった、と報道しました。これは先ほどまとめた投手2人の補強が理由となるとともに、エンゼルス GM のペリー・ミナシアンさんへの取材によって判明したようです。オールスターから数日、チームは大谷選手や他のチームに対して様々なトレード案を出してきました。チームフロント陣でも協議を続けた結果、今シーズンはプレーオフ進出を目指すべくトレード市場の買い手になることを選んだそうです。ペリー・ミナシアン GM は、トレードデッドラインまでにチームの課題となっている投手陣の補強に全力を注ぐつもりだ、と回答されており、今シーズンまでは大谷選手がエンゼルスに残留することがほぼほぼ確定しました。 SNS 上では、ずっとエンゼルスファンだった、やる気のないフロントがずっと陣取っていて、俺の周りのファンはみんなエンゼルスから離れていったけど、今まで応援していてよかった、今年は勝てるんだ、大谷がいるうちにワイルドカードへ進んでほしい、と悲願のプレーオフを望む声で溢れています。ずっとエンゼルスで勝利したいとたびたび嚷嚷していた大谷選手、 WBC でも勝利にこだわり貪欲に戦い、時にチームを鼓舞してきました。WBC 監督の栗山英樹さんはインタビューで、野球で勝つことが何よりの楽しみな子、翔平は勝つために生活のすべてを捧げている、日本代表においてもそうだし、どんなチームにいても勝ちにこだわり続けると思う、と答えられています。日本ハム、ファイターズ時代も若手にもかかわらず、ベテラン選手たちがいる前で飲んだり食べたり女遊びしたいとか思っているうちは絶対に勝てない、勝つためには野球をやるしかないんだ、と喝を入れていました。勝ちに対する執念は誰よりもあるのです。オールスター前にシアトルのレッドカーペットイベントにて、来年はもっといいユニフォームを着る予定なのかい、と質問された際には、僕もわからないです、とこぼしていた大谷選手。それもそのはず、オールスター前後にトレードの話し合いが行われていたからです。エンゼルスに残留する選択をし、覚悟を決めた大谷選手は、今季どのような成績を後半戦で残してくれるか楽しみですね。後半戦が始まって間もない7月27日現在の成績は、投手としては防御率 3.71、 ホイップ 1.12.8 勝、148奪三振とローテ投手としては優秀な成績を残しています。打者としては打率2割9分9厘オプス 1.066、 本塁打36本と圧倒的な成績を残されており、打者として最優であることはもちろん、2021年シーズン以来のホームランキングが狙える位置にいます。2021年シーズンは日本人にホームランキングを取らせたくないメジャーリーグ全体での執拗なマークが続いてしまったため、終盤に成績を落としてしまった大谷選手、しかし今年はチームとして勝つための戦いになるため、マークを気にするような状況ではなくなっています。
審判もアメリカ人を贔屓した判定をしづらくなるでしょうし、何より対抗馬であるアメリカ人のアーロン・ジャッジ選手が離脱したことにより2021年以上のチャンスが訪れています。今シーズンはチーム成績も個人成績も望みが叶う日がようやく来たようです。エンゼルスは大谷のせいで最悪の選択をした。大谷選手をリリースせずに電撃トレードをしたエンゼルス、プロスペクトを放出し投手陣2人を補強した行動は、今年チームがプレーオフ争いを演じるには最良の選択だと思われます。投手陣が崩壊していたエンゼルスにとって、先発と中継ぎを増やすことは急務です。その補強を称賛するファンがいる一方で、一部ではそれを嘆くファンの声もあります。大谷を残留させる選択を取ったせいで、エンゼルスは未来を売りさばいた。そのような酷評も現在 SNS で見られます。なぜでしょうか。今回トレードされたのは若手のプロスペクト、20歳のエドガー・クエロ捕手と、23歳のカイ・ブッシュ投手です。エドガー・クエロ捕手は2022年エンゼルス傘下のシングル A のチームインランドエンパイアにて111試合で打率3割1分2厘17本塁打75打点12盗塁を残し、マイナー通算成績もオクス870の高鳴り席を残せる俊足のキャッチャーです。日本では捕手の育成に非常に苦しむ球団が多く、たびたび FA やトレードなどで補強に走る球団が多いですが、この流れは実はメジャーでも同じです。メジャーリーグでも守れて打てる捕手やショート、そして近年課題となっているサードの確保にどの球団も苦しんでいます。特に球団数が増え、若年層の野球離れが進んでいる現在は、どのチームも人材の確保に余念がありません。例えば横浜 DeNA ベイスターズは過去に捕手もできるユーティリティ外国人の補強を検討したことがあったのですが、捕手が非常に貴重な存在とあってか、 DeNA に流出しないようにもといたマイナーからメジャーリーグに緊急で昇格されてしまい、プロテクトされてしまうという事件がありました。近年日本にやってきた本職が捕手の選手はメジャーリーグが関係ないキューバリーグのアリエル・マルティネス一人のみとなっています。これは言語の壁があり、コミュニケーションが難しいという原因もありますが、単純にメジャーが放出させたがらないという事情も関係しているのです。それぐらい貴重な捕手で、なおかつ若くて成績を出した若手を放出したエンゼルスは、未来を切り売りしていると揶揄されてしまっても仕方がありません。キャッチャーでしかも打てるとなれば、仮にキャッチャーとして失格の烙印を押されてしまったとしても、コンバートしてから活躍しスーパースターになる可能性は十分にあります。捕手を守る影響で腰を痛め続け、成績が思うように出なかった選手がコンバートされることによって腰痛が改善し、打撃が急激に良くなるケースはあるあるです。 SNS のファンの間では、今年もしもプレーオフに進出できずにそのままシーズンが終わってしまった時のリスクをエンゼルスフロントは考えているのだろうかといぶかしむ意見も散見されています。カイ・ブッシュ投手も2022年に AA にて21試合に登板し、防御率 3.67、 ホイップ 1.18 と指標上は好成績残している未来ある投手です。投手と守備が課題のエンゼルスが、その両方のプロスペクトを放出してしまったことで、大谷がいなくなった2024年以降のエンゼルスは完全な暗黒の時代へ転落することは間違いないでしょう。4、なぜ犠牲を払ってまでトレードを行ったのか。未来を売り払ってまでエンゼルスがプロスペクトをリリースしてプレーオフ争いという賭けに参戦した理由、それはもちろん大谷選手がいる今シーズンがポストシーズンへのラストチャンスだからという理由ももちろんあります。しかし、これからチームが上向いてくるとある伸びしろがまだ残されているという計算もできるからなのです。それは怪我離脱した主力選手の復帰です。まずはマイク・トラウト選手の復帰。マイク・トラウト選手は7月3日のパドレス戦でスイングの際に左手ありかぎ骨を骨折してしまい、離脱することとなってしまいました。本来は復帰は8月半ば以降となっていましたが、早期復帰の目途が立ったようで、本人曰く早期復帰に向け努力している、怪我が完治したら野球を再開すると答えられており、現在は術後の筋力低下をカバーするためトレーニングをしているそうです。 SNS 上では、トラウトが帰ってきたらエンゼルスは勝てるんだ、レジェンドの復活のロード、トラウトが帰ってくれば大谷が勝負されると一刻も早い復帰を望む声が出ています。
また他にもデベンスキー・バックマン・アデル、レンドン・ドルーリー、ジョイス・スアレス、オホッピー・マルテなどの野手・投手双方の主力選手の8月復帰が予定されているため、エンゼルスには上向く可能性が十分に残されています。7月に入ってから27日現在8勝10敗とトラウトが離脱した影響がダイレクトに出ているエンゼルスですが、既存の選手だけでも未来は明るいです。しかし一つマイク・トラウト選手に関しては懸念点があります。それは怪我をした部位が有価義骨であるということです。有価義骨骨折は強打者には避けられない怪我ですが、同時に打者としての生命線でもあります。有価義骨は小指と薬指を形成している骨の根本の間にある小さな骨で、バットを握る際に非常に大事な骨です。インパクトの際に力を入れるときに支点となる骨になります。この部位の骨折後に成績を著しく落としてしまう選手は多く、現在読売ジャイアンツの監督で現役時代は若大将と呼ばれた名バッター原辰徳さんも、故津田恒美さんからデッドボールをぶつけられた際に有価義骨を骨折し2ヶ月離脱してしまいました。この時の怪我を原辰徳さんは、事実上バッター原辰徳はこの骨折の時に終わりましたと語っており、有価義骨骨折が打者を終わらせることもあります。マイク・トラウト選手は数週間の離脱と予想されており、怪我をした理由も期間の長さも違うため、原辰徳さんよりも軽傷であることが予想されますが、それでも有価義骨は固定が困難なため治療が長引きやすく、なおかつ治療後も完全に治らない骨折部位です。野球界では鎖骨骨折や肋間筋ハムストリングの肉離れ、肩関節や股関節唇損傷と並ぶ致命的な怪我であり、マイク・トラウト選手の治療は入念に時間をかけて行うべきことなのです。しかし今シーズンチームは大谷選手をトレードせずにチーム補強をし、プレーオフを狙う選択をしました。そうなった以上はマイク・トラウト選手は早期復帰を目指すほかありません。最悪の未来はトラウトが8月上旬に早期復帰したものの、有価義骨骨折が再発したり、手根管症候群など神経症状が偶発し再び離脱してしまうケース、そしてそこからマイク・トラウトの打者としての人生が終わってしまうというシナリオなのです。大谷選手のせいでマイク・トラウトというレジェンドのメジャー人生が終わってしまう可能性があるのです。トラウト選手は現在手術が成功しリハビリの段階に入っています。どうかゆっくりトレーニングに励んでもらい、いつになってもいいので万全を期して終盤戦またはプレーオフに復帰してほしいものですね。大谷選手のせいでメジャーのトレードが滞っている、メジャーリーグのトレード期限、いわゆるトレードデッドラインは8月1日までと決まっています。メジャーリーグはトレードが盛んで、特に期日前ギリギリにトレードが決まることが非常に多いです。しかし今年は例年と比べるとどの球団もトレードの動きが鈍化しています。この原因は大谷選手にあると、スポーツ専門サイトジアスレチックのジェイソン・スターク記者は答えています。今年のメジャーリーグはプレーオフの可能性が残されているチームが多くあり、そもそも主力をトレードの球に使おうとしていません。もちろんそういった商品が市場に並んでいないという各チームの事情もあるのですが、それ以上にエンゼルス大谷翔平選手の去就が確定していなかった影響が大きいのだそうです。大谷選手をもしトレードで獲得するのであれば、同等の選手はどの球団にもいないため複数の選手を用いたトレードになります。マイナーのプロスペクトや主力選手を大量に使って獲得する必要が出てくるのですが、大谷選手の去就が決まっていないとそもそも計画自体ができないのです。大谷選手を獲得するのとしないのでは選手運用が大きく変わってしまいます。先に別のトレードを成立させた後に大谷選手がトレード市場に登場してしまった場合、トレードしていなければ大谷選手を獲得できた、トレードをしたフロントの責任で今シーズン勝つことができなかったという流れになり、フロントが戦犯になってしまうのです。大きく負け越しているチーム以外は勝つために行動します。その傾向が顕著な今シーズンだからこそ、余計に大谷選手による悪影響が続いていたのです。しかし7月27日にエンゼルスは大谷選手を放出しないと決定しました。これにより8月1日までにトレードが急増し、大谷選手が各球団の戦犯にならずに済んだのです。多くのファンや解説者、そして野球に携わる人々は大谷選手の今年や来年の去就を気にされています。
皆さんは大谷選手はエンゼルスから出ていくべきだと思いますか？皆さんはどちらが良いと考えているのか、そしてその理由などをコメントで教えてください。後日動画でまとめていきますのでよろしくお願いします。大谷選手はトレードされても良い成績を残せると思う人はチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。